はいどうもマグマグマグロンと申します。やばい、久しぶりです。お久しぶりです。はい、というわけで2月9日に多分桜大戦が終わっていると思われます。桜大戦はねちょっと残念でしたね。マグが知らなかったっていうのが一番問題でしたね。しょうがない。今回またトロピコに戻りたいと思います。トロピコは現在4つしかクリアしてないんですね、まだね。そう、前回チョコレート工場をやったところか。で、今回は5つ目、海賊をやりたいと思います。ちょっと久しぶりすぎちゃってね、ちょっと最初大丈夫かどうか心配ですけどもね。またやりますよ、次のゲームが出るまでね。最後までいくかな、このゲーム。では行きます。ミッション4、5、ミッション5、海賊王エル・プレジデンテが最も大胆な冒険を繰り広げる秘密の不毛の島をご覧ください。海賊物を愛読する若きロドリゴ・ロドリゲスとペヌルティーモ独自の海賊物語に支えられ、プレジデンテは7つの海を股にかけて襲撃と略奪を行い、ちっぽけな不毛の地を豊かな海賊王国に変えました。うおー、なんすかこれ。というわけで今回は襲撃がメインなのかな。ちょっとどんなのか分かりませんけれども、やってみたいと思います。いくぞ。あいあいさあ、素敵だな。おお、びっくりした。失礼よ、プレジデンテ。ご機嫌を伺うはずが、あなたの海賊時代を思い出してしまいましてな。お、海賊だったことがバレてしまった。すべてはカラドナーダで始まりました。天然資源の乏しさゆえに島の者が砂を食べるようになった島です。おお、大丈夫か。おい、そんな彼らをあなたが救ったのです、プレジデンテ。そう、あなたの海賊の才能で。それでは大海原を股にかけた冒険の日々にお連れしましょう。いや、まずいマグが悪魔の実の能力者だってことがバレてしまう。すごい島だなこれ。総督、あなたの断固たる意志の前には興味を引かないような陰気な島などないのです。はい、というわけで、もしかしたらあれですね、今回このトロピコ6を始める前になんかねアップデートがあったんで、それで音楽が大丈夫になったみたいですね。前音楽がねちょっと問題だったんですけど、二重になるという変な仕様だったんですけど、今回直ってますね。はい、じゃあ行きます。ですが本当に何もない島ですな。これでは海賊行為に訴えなければなりますまい。海の楽しさ、盗賊の誇り、酒のガブ飲み、のぶとい声で歌われる船の歌など愉快な噂を流して人を集めましょう。もちろん彼らが本当のことを知るのは無理やり徴兵された後です。というわけで最初のミッション、メインクエストですね、海賊の入り江を1個持つと。いきます。はい、ちょっと待って、進めない進めない。ちょっと待ってね、まずね操作を思い出さないといけないね。ちょっと待って、これすごくね、どうやってやんのこのゲーム。なんもないじゃん。航海の技術が必要ですよこれ。うわ、まずこれ土地がなさすぎるでしょこれ。え、これだって登れないでしょここ。うわ、こっち側にもなんもない。うわ、これはまずいね。なんもねえぞここ。うわ、やっば。あ、でも金とかそういうのは取れないかな。あ、宮殿ここにあった。宮殿はちゃんとあるんだね。うわ、人住んでんのここだけか。で、こっち側になんか鉱山とかなんかあったらいいね。資源、わお、資源があればいいねここら辺にね。いや、どうしようこれ。よし、じゃあまずいつもの通りまずこの島をね下見して、どんな島なのかじっくりと見てから始めたいと思います。じゃあちょっと一旦カット。まず操作にも慣れねえとな。はい、いろいろ調べておきました。
これは辛いぞここ。ね、今見たんですけど、まずじゃあ行きますよ。はい、まず森。見てこれ。やばいっすね。今までのね、金策としては船作るのが一番良かったんですよね。で見てみると、黄色ってのはだいたい50ぐらいなんですよね。で場所見つけたのがね、ここら辺がね、あの唯一90っていう場所があるので、ここら辺ですよね。ここら辺に製材所、伐採所建てて、船をここら辺にでも作って売るっていうのが一番いいのかなと。で他にもね、黄色い場所あるんですけど、ここがね最も高いんで、90、黄色で90もあるんだったら結構いいとこだと思うんですよ、思うんですけど、調べたところ、ほら伐採キャンプあるでしょ、そして上に製材所はあるんですよ。ほら丸太を加工して板材を作るね、ここまではあるんですよ。ところがね、一番下、造船所、世界大戦時代にしか建てられないんですよ。なのでね、金策で一番大事な船を作るができないんですよ。これいつまで作れないんだろう。これずっと、もしかしてさ、こうなのかな。で今時代がね、これ植民地時代なんですよね。まずいな。世界大戦時代だったらいいんだけれども、これ今ヒントがあるのかな。あ、トロピコ総督としての任期限られています。やべ、また任期があるんだ。帝国の要求を完了して任期を延長しましょう。帝国があんのか。海賊なのに帝国あんのか。海賊を強奪に送って物資や人員を確保しましょう。やっぱりそういうことか。で新しくできることは、強奪を行い特別な効果を持つ希少な世界遺産を盗む。世界遺産盗む？え、それがもしかしてメインなの？これ交易ルートを完成させて収入を増やし、外交上の利益を得る。やっぱりじゃあ輸出は出する方がいいのか。富国と施設の生産性オプションを研究して自分の思うように政治を行いましょう。上陸場と港、トラック港を使って別の島に拡大しましょう。新聞も必要なの？これはちょっと言われてからでいいでしょう。やっぱ襲撃がメインなんですね。海賊の入り江は最大4つまで作れます。特別ルールだって。いいか、ね、なるほど。よく聞け、久しぶりに見たい。私はロジャー・ウィンダム卿。私は悪名高き革命派、ソフィア・オルテガ。ああ、久しぶりだね。これは私の闘争です。はい、もう無視。はい、というわけでね、かなりね、ここは難しいっすね、ここ。なので、船を作ることができないということが分かりました。で、家畜なんですけど、まあ、ざっと見ますよ、ほら。ワニ、豚、ラーマ、ヤギ、はい、はい、もう、はい、終了。今までのパターンだと、多分ね、これ、50% 程度だと、多分、作る方がね、多分、トントンかなと。あの、儲けにならないんだったら、序盤にやることではないですよね。金策にならないんですよ。要は初期投資を回収できないので、これ金策にならないんですよね。初期投資を大幅に上回る利益を上げてこその金策でございます。なんか難しいこと言ってるね、今日のマグはね。なんでね、これはちょっとね、違いますよ。これ家畜もダメっすね。で次で、作物の状態見ますよ。ちょっと1個飛ばしますよ、あえて。後ろからいきますよ。ゴム、麺、コーヒー、はい、ダメ。パイナップル、はい、ダメ。バナナ、はい、ダメ。タバコ、はい、ダメ。タバコぐらい良さそうだけど、ココア、はい、ダメ。ダメなんです。なんで、ここは作物も育たない場所です。そして、トロピコ序盤の金策で一番大事なのは、砂糖を作ってラム酒を売る。これが金策です。なんですが、全滅。おい、やべえ。金策が通用しねえ、この島。やべえ、砂糖作れねえ。やばい。ということで作物も終了。黄色っていうのはさっきも言ったように初期投資を回収できないのでトントンなんですよね。人件費とトントンになっちゃうと初期投資の回収がままならないので、やりません。で問題はこうなってくると鉱山だけなんですね。資源ちょっと見ていきましょうか。ここにまず石炭、ここに金、
でここにも金でぐるっと回ってこちらに鉄、そしてここにも石炭。これはちょっとやらねばなるまい。ここの島で唯一の輸出できるもの、それはこれだけです。これはちょっと全部やりたいんだけど、ちょっとどうしよう。でさらに作るものも限られてるんですね。これさっきねちらっと見たんですけど、今までこれあったっすかね、俺気づかなかった。倉庫、こんなの今まであったんだっけ、あったのかな、知らないけど必要だと思わなかったのかな。で今回は最大3種類の商品を大量に備蓄するって書いてあるので、これちょっと必要かもしれないですね。今回なんか選べるのかな、何を備蓄できるの か, だからそうなると砂糖をいっぱい取ってきて、砂糖をまあ輸入はしないでかっぱらってこよう。だからそれでラム酒作らないといけないのかなってちょっと今思ってます。だから倉庫をちょっと作らなきゃいけないかななんて考えてます。でまず次いきますよ。でココナッツ収穫場ってのはあったんだね。でココナッツもこんな程度なんだよな。だからね、人件費の方が上回っちゃうんですよ。もう70あるけど割に合わないのでココナッツも作らんとして、でまあ漁師の鳩場もいまいちだよね。お魚はねあるんですよ。だけどね、お魚が儲かるイメージがないこのゲーム。ほらこんだけあるけど、お魚がね儲かってるイメージないんだよね。なんでここなんだよ、どうやって行くんだよ。わ、お魚がねあんまりなんか儲かってるイメージないんだよねこのゲーム。だからちょっと難しいけどね、まあちょっと余裕があったらお魚も行った方がいいのかな。石油も出ないんだ。残念。でもう一回作る方に戻ります。なので、この中から言うと、まず農園、牧場が消えます。で鉱山は作る。で漁師の鳩場がね今ね2つあるんですよね。ここの漁師の鳩場いらないかななんてちょっと思ってたり。うん、ここにもあるんですけど、まあ、今お魚はね一応あるっちゃあるけれどもね、ちょっと違うんすよね。お魚で儲けようとはちょっと思わないですよね。で儲ける手段がこれしかないですね。でやっぱり加工して売るってのが一番必要になるのかなと思います。で船が作れないけれども、まあ、一応木はね90もあるんだったら製材所は建てます。でラム酒も砂糖をかっぱらってきて建てます。でこの問題はこの比較工場、皮を処理して革製品を作るっていうことなんですけど、これもねちょっとやってみますか。だから皮をねかっぱらってくるしかないよね。いやこれは今回つらいぞこれ結構。でラム酒も比較工場も、比較って読むんでいいのあれ、合ってる。比較は何よくわかんないけど、あの工場も1個しか作れないんですよね。ちょっとね、素材物資不足、これはまずいよね。で、中身見てみたんですけど、あんまり建物も建ってないということなので一から建てなきゃいけませんね。女の人、喉乾いた。そんなところも海の水飲むわけにもいかんしな。でちょっとね一個気になったのがこれ、港がここなんですよね。で船がこう行かなきゃいけないんですよね。タイムロスがすごいんで、これちょっと一回セーブして、でちょっと実験しますか。これって移動できる？できないんだ。できないんだ。で、港ってすぐ建てれる？ 9600。
だからお金がこれ破壊してお金が増えたら OK。 あ、ちょっと待って、今船来たな。ちょうどよし、これでちょっと破壊。この種類の最後の施設は解体できません。ダメだ、移動負荷。くそー、移動負荷か。じゃあここに 2台目を建てなきゃいけないんだ。そうしないとできないんだね。9600でしょ。ちょっとあくまでも実験です。港をここに建てます。いやでも海賊もここに建てたいんだよな。こうしましょうか。建設業者をちょっと増やそう。あ、ダメだ。どれだけ時間かかる。これで9000いくらかが要求タイムアウトって何。ちょっと待ってね、ちょっと実験ですからこれはあくまでも。はい、できた。できてこれを潰す。魚がいっぱい詰まってる。これでお金戻ってくるんだっけ。9600戻ってくる。どう、戻ってきてる感じはしませんね。あー、じゃあ解体したら解体したまんまでお金にはならないと。 OK、 ロードロードします。というわけで、じゃあ実験は失敗なので、海賊の入り江はこっち側に建てよう。海賊の入り江ぐらいはタイムロスをなくしてやった方がいいかな。じゃあ海賊はもう堂々とここに構えよう。で、今なんか俺やらかしてる。なんか消えんの。研究、研究も何も図書館とかそういうのないよね。建物見てみるか。建物ってどうやって見るんだっけ。もうやり方忘れちゃったよ。失業者多いな。どこで見るんだっけ建物って。これか。政府は宮殿しかない。建物はなんかある。酒場がある。あ、図書館とかはなさそうだね。メディア教育ゼロって書いてあるね。あと他になんかやることは。ここら辺のものってないの。税関とか何もないんだ。世界大戦ばっかりなんだ全部。なのに地下牢はあるんだないらんものは。艦長とかも欲しいね早く。そっか、あの裏口入学じゃねえや、なんつうの大臣にさ裏金作ってスイス銀行のやつもないんだ。じゃあ今回これ結構きついな。あと交易するにも金がねえ。ああ、そうだ、まずちょっと値段見てみようか。価格順、やっぱラム酒だよね一番上はね。で、大きいんだよね。金をまず集めるか。あ、川って結構高いじゃんやっぱり。やっぱ川もやるか。思ったより鉄道石炭そんなんでもないんだ。じゃあやっていきましょう。で、なんかさっきこれなんかやらかしてる。あ、なんか来てたのね。まず海賊の入り江を持つをやる。その次は酒場を建設する。酒場でもあったよねさっきね、1個ね。やらなきゃダメ。交易ルートを帝国のために開く。あ、任期18ヶ月延長、これは大きい。受け入れます。で、酒場も受け入れますじゃあまずこの3ついきましょうかね。で、まずは海賊の入り江、どこだっけ。これだね。4000か。まあまあまあ、
あ、立てらんね。あ、立てれた。あ、でもここで1個か。1個しか立てらんないんだ。いきます。で、さっきもやったけど、人手は追加。こっちはダメなんだ。そうね、これで OK と。で、道路がつながってない。久しぶりにやるからね、忘れちゃうね、こういうのね。どんなんだったっけかなっていうね。これでつながる？で、もう一つが酒場。酒場はどっかに建ててあるみたいな感じがさっき書いてあったな。サービスだっけ？礼拝堂だから違う。酒場。あった。さっきね、酒場がね、どっかにある。場所どこ？ここに1軒あるのか。じゃあまあ別にこっち側に、じゃあ1軒建ててあげようか。こっちにじゃあ向かって。おー、なんかバグっとるぞ。こんな感じか。で、こっちにもこういう感じでちょっと道を作ってあげるからね。で、じゃあこっち側にじゃあ酒場をちょっと一軒建ててあげましょうね。これ入り口どっちなの？こうでいいの？これでいいか。はい、で次は、そうか、ミッションの日程があるから、これちょっと先に急いでもらう。高い優先度にしよう。んで、帝国交易ルートを作る。交易、いやでもね、攻撃ちょっと待ってもいいかな。3ヶ月後か。だってここはもうコーヒーも持ってねえもんな。あ、違うのか。買えっつってんのか。うわ、うぜ買えっつってんのか。ちょっと待って、もう一回見直そう。やべえ、やり方をね、だいぶ忘れてるよね。何？交易ルートを帝国のために開くだから、別に輸出輸入のどっちとは言ってないのか。輸入だね。じゃあね、一番値段が安いのはお肉か。あ、違うな、こっちが一番安いか。とっさに計算ができない。ちょっと高えな。高え買い物をさせられたぜ。で、こうすると、あ、攻撃ルート完了だって。早っ。正しい行いをしたな。正しい行いとは。こうか。よし、じゃあ任期延長。いやー、これはちょっといろいろ難しそうだね。じゃあちょっと一旦時間を止めて、じゃあさっき、始まるときに言った、あの、なんだ、攻撃じゃない、鉱山に関してはちょっともう作っておきましょう。最初はまだそんなにお金をかける場所はないだろうから、ちょっとここの2つと金は取りに行きたいよね。あ、画面が固まった。やべ。こんにちは。あ、こんにちは、こんにちはって言われた。この金はちょっと遠いから、この4つ行こうか。この4つ先行こうか。そうしましょうか。よし、じゃあちょっとそこはやっておきます。じゃあ一旦カット。よし、やるぞ。道路そこまで運ぶのか、大変だなこれ。いくら金かかるかな、これ。はい、というわけで作りました。作りすぎたような気がします。
ここがね大きかったんで4つ作っちゃったんだけど、いらなかったかな、心配だな大丈夫かな。というわけでちょっとだいぶ作りすぎちゃいましたが、おっと海賊の入り江ができそうです。我々の革命の栄光はまだわずかです。酒場間に合った、間に合った。しかし総督から継続的なご支援があれば人々が輝かせてくれます。よし、これはもう移民をいただきましょう。今はまず人が足りない。本当は海賊の入り江建てて人は欲しいけれど、人の方がいいかな、どっちの方がいいかな、お金の方がいいのかな。はい、完成しますよ。海賊の入り江ができました。いえ、家じゃありません。あ、まあある意味家ですが。苦しいなお宝で埋め尽くしましょう。あなたの海賊たちは7つの海を渡り、大量の8レアル銀貨を積んで夜9時前に帰宅。お酒や下品なジョークを楽しんだ後、健やかに眠りにつくのですごきげんよう総督。いい島ではないか。いささか殺風景だが、クッションでも置けばそれなりに華やかになるだろう。なんとイラッとくるな。また久しぶりに来たな、ロジャー・ウィンダム卿。まず最初に産業を選びたまえ、それから順次出荷を始めるのだ。まだ設備が整っていないのは察しているが、十分に輸出してくれたらこちらも手を貸そう。一番都合がいいのはどういうものかな。ラム酒、皮、板材、まあ、いずれ全部作るかなとは思うんですけど、自前で作った方が輸出しやすいよね。製材所作るか。うわ、お金が。製材所か、やっぱり板材の方が楽っぽいな。これでいきます。あ、なるほど、これじゃあ今作ってるんですね。で、今多分こっち行っちゃったかな。ポワーンって聞こえた、ポワーンって。なんだって。少々よろしいでしょうか、プレジデンテ。失業率はね、なんとかしたいけどね。できましたぞ、完成です。なんかちょうだい。で、まずじゃあこれをなんとかしてみますか。襲撃画面を開く。うわー、砂糖欲しいんだけどな。砂糖が欲しいけれど、ココナッツ、砂糖、羊毛って他いらねえな。バナナ、皮、鉄、皮欲しいけれども、これだと何が欲しい。砂糖なんだよね、多分ね、一番いいのはね。でもまあ今はちょっと相手を問わずこれの方がいいのかな。できるだけ大勢か、こっちの方がいいか。今はちょっと人が欲しいんでこれにしましょう。ただココナッツ、砂糖、羊毛って今あんまりいらねえなこれ。でもしょうがない、これでいきます。いやいやいや、参っちゃったな。でももう稼働した、鉱山が1個稼働してますね。え、もうこっち終わったのか。あっちじゃないのか。まあ鉱山が稼働して軌道に乗るまでには時間がかかりそうだけれどもね。じゃあ製材所か。板材を輸出200。ちょっと今まず作りすぎたな。じゃ伐採キャンプからスタートで、今最初から考え、あ、おや、道路がつながってないから向こうが行けなかったんですね。申し訳ないですね。道路がつながってなかったんですね。確かね、さっき見た感じだと森はここら辺が90あったはずなんだけど、あれ、あったはずなんだけど、ここじゃなかったっけ。
でも下が80とかある。あ、俺 この道路のせいかな。あ、ここに道路作ったせいでちょっと下がっちゃった。やべえ、余計なことしたな。下の方が高くなっちゃった。あーかもしんないですね。じゃあまあ次回ここに、製材所建てたいと思います。じゃあちょっと今回はここに終わりにしようかな。で次回はね、製材所建てた状態にしておきます。いやー久しぶりのトロピコなんで操作もなんだかよくわからなくなっております。今後また、休みの日のね朝に、トロピコ混ぜていきたいなと思っております。なので今後は桜大戦に代わり全く違うジャンルのゲームトロピコをよろしくお願いします。まだ足りないぞ総督、常に足りない、速やかに実行せよ、これは帝国の命令だ。うわー命令も来ちゃった、受け入れます。はい、というわけでね、今後はちょっとまた違うジャンルのゲームではありますがトロピコよろしくお願いします。コメントや高評価いただけるとマグが頑張れます頑張れますのでぜひよろしくお願いします。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。この道路失敗したか、これで下がっちゃったんだな。